こんにゃちんちん。霊夢だよ。この世界ではどこにでもいる地方の高校生だよ。この前、学校の数学の先生から、クイズだよって言われて、こんな問題を出されたんだけど、11足す10は21に決まってるじゃん。101とか、足し算おかしいし。なんか、2以上の数字は使ってはいけない世界とか、何か言ってたけど、意味不明だよ。こんな時はいつもの仲良しちゃんに教えてもらおう。立花ちゃん、立花ちゃん。立花ちゃん。はい、立花だよ。霊夢ちゃんと同じクラスの女子高生だよ。立花ちゃん、この前、数学で出された。クイズみたいなの、全然意味がわかんないんだけど。立花ちゃんはどう？あれね、すぐわかったよ。あれは二進法だよ。二進？お魚かな？全然違うよ。二進法は奇数法の一種だよ。奇数？やっぱりお魚かな？奇数法っていうのは、数の表し方のことだよ。数の子は二進の子だから、やっぱりお魚かな？もう、お魚から離れてよ。てへぺろ。それじゃあ今日は、二進法をはじめとした N 進法について解説するね。みんなも、ゆっくりしていってね。霊夢ちゃんは普段どうやって数を表してるかな？そりゃ、1とか2とか、10とか100とか、それ以外知らないよ。例えば90分って何時間のことかわかる？ 1.5 時間でしょ。じゃあ120分は何時間のことかな？ 2 時間だよね。150分なら 2.5 時間。霊夢もそれくらいできるよ。うんうん、全部、正解だよ。実は今、霊夢ちゃんは、10進法から60進法に奇数法を直していたんだよ。60進法？ 60 になるとき、繰り上がる数の表し方だよ。時間なら、59分まではそのまま数えるけど、60分になるときは1つ、くらいを上げて、1時間にしちゃうんだよ。さらに1時間59分まで考えて、次に1時間60分になるときは、2時間にしちゃうんだよ。こういう数の数え方が60進法だよ。言われてみれば、そうだけど何か当たり前のこと言ってるみたいだね。分から時間に直す方法なんて、小学校低学年で習うことだし。逆に例えば5時間25分は、分だけで表すと、何分だと思う？60×5 で300分でしょ。それに、25分だから、325分だね。正解だよ。じゃあ、5時間25分の秒だけで表すとどうなると思う？これはめんどくさい。1分は60秒で、1時間は60分だから 60×60 で、19,500秒かな。電卓使ったけど。正解だよ。ちなみに今、霊夢ちゃんは自分が何をしていたかわかる？なんかこういうの、小学校の時にやらされたなぁと思いながら計算してたよ。実は今、霊夢ちゃんは60進法から10進法に、奇数法を変換してくれたんだよ。表したい数量は同じだけど、記述する方法を違う方法に変えるってことだね。そんな難しいことしてたの？じゃあ、さらに応用問題。2時間50分足す1時間30分は、何時間何分でしょうか？分同士を足すと、50足す30で、80分だけど、これは1時間20分でしょ？時間同士を足すと、2足す1で3時間。これに分同士を足した時に生まれた1時間を足すから、4時間20分かな？ピンポン、ピンポン。完璧です。今やってくれたのが、60進法の足し算だよ。そうなの？試しにこれを一旦10進法に直して、10進法の足し算をしてから、また60進法に直すと、こうなるよ。クソめんどくさいな。N 進法で奇数された数を、N 進法のまま計算することのメリットがわかるよね。2進法も、他の N 進法もこれと同じようなものなんだよ。次は、一番身近な N 進法である10進法を例に、もう少しこういう種類の奇数法について考えてみようね。あいあいさ。霊夢ちゃん、何か好きな5桁の数字あるかな？そうだな。好きというわけじゃないけど、今思いついたのは3、2、9、7、8かな。
ちなみに何の数字なの？任天堂スイッチの定価だよ。結構高いのね。リッカの住んでる公営アパートの家賃くらいかな。じゃあ、3、2、9、7、8、お礼に考えるよ。パイパイさ。これも基本の考え方は小学校でもうやってるんだけど。3、2、9、7、8は1万が3個、1000が2個、100が9個、10が7個、1が8個でできてるよね。うん、わかる。これ、V 乗を使って考えると、1万は10の4乗でしょ。1000は10の3乗だし、100は2乗、10は1乗、1は10の0乗だから、こんな風に表せるよね。うん、言われてみればそうだね。で、それぞれの位の数は10で割った時の余り、とも考えられるよ。ほうへい、余りだったのか。一般化するとこんな感じ。N は2乗の整数ね。何言ってるか全然わからないんですが。要するに、N の方なら乗かけるなんとかの形でそれぞれの位を表すということだよ。こういう奇数法を位取り奇数法と言うよ。そうなんですか。で、この N が10なら10進法、2なら2進法になるのよ。まとめて N 進んのっとって言ったりするね。一般化された式を見てもよくわかんないや。具体的な数で考えてみよっか。二進法を例にとるよ。じゃあ、これ線かな。数字の右下にあるカッコに注目だよ。これは二進法で奇数されていることを表しているよ。二進法で1、0、0、0と表される数を十進法で捉え直すときはこう考えるよ。2の3乗の位が1で、他の位は0なのね。2の3乗は十進法では8、2乗は4、1乗は2、0乗は1だから。実はこの数、こういう風にも考えられるんだよ。十進法で10の位、100の位といった風に考えたのと同じだよ。じゃあこれは2の3乗の位、つまり8の位に数が1つあるってことなんだね。そうそう、そういう風に考えるとこの数を十進法に直すと8になるよね。はっちゃんだね。じゃあ、次の例、これ。これは十進法で表すとどうなると思う？同じように2の何乗の位か考えると。2の7乗は、めんどくさいな。頑張って。ああしてこうしてこうなって、全部足すと、221かな？正解だよ、すごい。もう二進法から十進法に直す方法はバッチリだね。霊夢ちゃん、頭いいね。ま、天才にかかればこんなもんですわ。じゃあ今度は逆に十進法の数を二進法に直してみよっか。何それ、無理。霊夢、バカだし。大丈夫大丈夫、さっきの逆をやるだけだよ。じゃあ7を二進法で表してみようよ。マジ無理無理。7はね、4たす2たす1でできているよね。つまり2の2乗が1つと2の1乗が1つと2の0乗が1つでできているってことだよ。おお、言われてみればそうだ。で、これを桁に当てはめると111。ほら、できた。霊夢ちゃんなら簡単でしょ。ま、ちょろいもんですな。じゃあゴジラ松井の背番号を二進法で表してみようよ。現在は秋広がつけている55だね。55は32足す。なんかめんどくさいな。霊夢ちゃん、頑張って。32足す16足す4足す2足す1で、2の3乗の位が0であることも忘れずに計算すると、こんな感じですか。やった、大正解だよ。文句言いながらもできちゃうんだからすごいよね。霊夢ちゃん、かっこいいよ。ま、人間計算機と呼ばれた少女ですから。ただ、数が大きくなると、2の類乗を考えるのが大変だよね。くそめんどくさいよ。だから、一般的にはこういう風な、特殊な割り算みたいな計算法を教わるよ。何これ？やってること自体はさっきと同じなんだけど、若干、慣れは必要かな。2で割った小をまた2で割る。それを繰り返すんだね。余りは、横に書くよ。そして小が1になったら終わり。
下から数字を拾うと二進法に直した数になってるよ。ほんとだ、すげえ。少し前に十進法のところで各位を10で割った余りがその位の数になるって言ったと思うけど、それと一緒だよね。90分を60で割ると1時間と余り30分になるのとも同じだよ。2で割った時の余りの数が二進法では各位に来るんだよ。2で何度も割れるってことは2を何度もかける、つまり2の累乗の逆をしていることだね。なんかわかったような気がする。じゃあさらに発展だよ。55を今度は三進法で表してみようよ。さっきみたいに割り算を使っていいよ。やるぞタココラ。三進法は最後の小が1じゃなくて2以下の数になれば計算終わりでいいんだよね。そういうこと。できました。バッチリだね。これは3の3乗が2つ、3の0乗が1つって意味だよ。 27×2 で54、 1×1 は1だから54足す1ってことね。この方法で4進法でも9進法でも N 進法は全部計算できるよ。向かうところ敵なし。ところで学校の先生から出されたクイズはどんな問題だっけ？これだよ。右下にカッコ2と書いてないけど、まあクイズだからね。二進法で1、1と1、0と1、0、1は十進法で言うといくつかな？3、2、5だね。だから二進法の世界では1、1、足す、1、0は1、0、1になるんだよ。なるへそ。ちなみに N 進法で表された数を N 進法のまま計算する方法はわかる。さっき時間のところで60進法を使ったけど、それ以外は全くわからん。チンチンマンマン。じゃあ N 進法の四則計算をやって今日は終わりにしよう。あいよ。基本は十進法と同じく飛散でやればいいんだけど、繰り上がる数が変わるんだよね。さっき出てきた二進法の1、1、足す、1、0を飛散してみようね。まず一番右の位は0足す1で1、次が1足す1で2になっちゃうから1個左に繰り上がる。そうすると101か。ね、さっきと一緒になったでしょ？なった。じゃあ、もう少し大きな数に行こう。これを二進法で計算してみてね。繰り上がりのところに気をつけて飛散すると、こうなりました。やったね。完璧だよ。じゃあ次は三進法のこの問題。3で繰り上げだから、こうなりました。もう、完璧。敗北を知りたい。引き算も一緒だよ。やってみよう。五進法のこの問題、どうぞ。0-4みたいな引けないときは、どうすればいいの？十進法と一緒だよ。一つ上の位から繰り下げをすればいいんだよ。ただし、繰り下げた数は10じゃなくて、5だね。五進法の世界ではね。やり方はわかったけど、頭の体操みたいな変な感じがするよ。小学校で初めて繰り下がりのある飛散をやった時の感覚に近いのかもね。できました。花丸ちゃん、未来ズラー。じゃあ次掛け算。ズラーズラー。これも一緒、5で繰り上がるってだけだよ。ズラー、こんがらがるズラー。頑張って、応援してるよ。できたズラー。惜しい。最後のかけた数を縦に足すところも五進法だよ。直したズラー。やった、花丸だよ。ズラズラズラ。じゃあ最後に二進法の割り算。考え方は今までと全く一緒だよ。割り算にあるズラー、ズラ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 。できたズラー。やったね、花丸ちゃん。ズラズラズラ。よく頑張ったね。いい子いい子。なでなで。ズラズラ。そしたら今日はこれでおしまいだよ。それでは皆さん、バイバイキン。バイバイだよ。他の動画も見てねー。